東京物語は1953年に公開された日本映画である。監督は小津安次郎、主演はリュウと原節子。モノクロ、スタンダードサイズ、136分。晩春、爆臭、東京物語で原節子が演じたヒロインはすべて、のりコという名前であり、この3作品をまとめて、のりこ3部作と呼ぶことがある。 昭和28年度文化庁芸術祭参加作品。上京した、年老いた両親とその家族たちの姿を通して、家族の絆、夫婦と子供、老いと死、人間の一生、それらを冷徹な視線で描いた作品である。戦前のオズ作品、特に、戸だの兄弟などにすでに見出されるテーマだが、本作でより進化させられることになった。老ポジションを多用し、 カメラを固定して人物を撮るオズ調と形容される独自の演出技法で家族を丁寧に描いている。家族という共同体が年を経るとともにバラバラになっていく現実を独特の落ち着いた雰囲気で綴っている。作品は国内外で高く評価されている。ロッテントマトズでは42件の批評家レビューがあり、100%の批評家支持率を保持し、 平均点は9.7、10となっている。2012年に英国映画協会の映画雑誌、サイトサウンドが発表した、史上最高の映画ベストテンの映画監督が選ぶ、ランキングでは第1位に選ばれた。主なオマージュ作品に、ビムベンダースの東京が、ジュゼッペトルナトーレのみんな元気、方向圏のコーヒーと機密、ドーリスデリエの花見、山田洋二、 東京家族がある。尾道に暮らす周吉と妻の富は、小学校教師をしている次女の京子に留守を頼み、東京に出かける。二人は、下町で小さな院を開業している長男の高一の家に、泊めてもらうが、東京見物に出ようとしたところで休館が入り、結局出かけることはできない。その後、やはり下町で、美容院を営む志げの家に移るが、 心差しげも夫も忙しく、両親はどこにも出かかられまま二階で無意に過ごしている。心差しげは戦死した次男の妻ののりこについたち両親の面倒を見てくれるよう頼む。のりこはわざわざ仕事を休んで、二人を東京名所の観光に連れて行き、夜は彼女の小さなアパートで精一杯のもてなしをする。高一と心差しげは金を出し合って、 両親を熱海に送り出す。しかし心差しげの選んだ旅館は、品のない安宿で、夜遅くまで他の客が騒いでいるため二人は眠ることができない。翌日、二人は、尾道に帰ることに決め、予定を切り上げて一旦心差しげの家に戻る。ところが、心しげは、今夜は同業者の集まりがあるので、もっと熱海でゆっくりしてきて欲しかったと、迷惑そうな態度をとる。 二人は、とうとう、宿なしになってしもうたと言いながら今夜泊まるところを、思案し、狭いのり子のアパートには富だけが行くことにする。のり子と富は親しく語り合い、のり子の優しさに富は涙をこぼす。一方、周吉は、おの道で親しくしていたはっとりを訪ねるが、はっとりは家に泊めることはできないから、外で飲もうと言い,い、やはりおの道で親しかったのまたにも声をかけて三人で、 酒を組み交わす。結局、周吉はしたたかに酔い、深夜になってから沼田と共に、心差しげの家に帰ると、二人とも美容室の椅子で眠り込んでしまう。心差しげは夫に対して父への文句をぶちまける。翌日、皆に見送られて、キロの列車に乗った二人だったが、富が体調を崩し、大阪で途中下車して三男の慶像の家に、泊めてもらう。回復した富と幸一は、 子供たちが優しくなかったことを嘆きながらも、自分たちの人生はいいものだったと語り合う。二人がおのに帰って間もなく、母が既得だという伝報が届き、三人の子供たちとのりコはおのに駆けつけるが、富は意識を回復しないまま死んでしまう。富の葬儀が終わった後、三人はのりこを残して、さっさと帰って行ってしまい、京子は憤んするが、のりこは義経師をかばい。 若い京子を静かに悟す。のりこが東京に帰る日、周吉は、のりこの優しさに感謝を表し、早く再婚して幸せになってくれと伝えて、妻の形見の時計を渡す。のりこは声を上げて泣く。翌朝、ガランとした部屋で一人、周吉は、静かな、小道の海を眺めるのだった。左から山村悟志、三宅邦子、隆知州、原節子、杉村春子、 東山千恵子。撮影中の原節子と、小津安二郎監督1953年2月から、小津安二郎は、野田公吾と共に、小津が脚本を書くために使用していた、茅ヶ崎館で、東京物語の構想を練り始め、4月8日から脚本執筆を行い、5月28日に、脱行した。物語は、 レオ・マッケリー監督のアメリカ映画、明日は来たらずを下敷きにしており、アメリカの物語を普遍的なものにして、アジア人と西洋人が共に納得できるものにした。1953年11月3日に、日本国内で封切られ、同年度のキネマ旬報ベスト展では、第2位にランキングされた。配給収入は1億3165万円で、1953年度の、 邦画配集ランキングで第8位にランクインする成功作となった。海外での公開は1957年にロンドンで上映されたのが最初で、翌年に第1回サザーランド杯を受賞し、海外でのオズ作品の評価が高まるきっかけとなった。1972年にはニューヨークでも公開され、アメリカの批評家からも賞賛を受けた。現在に至るまで作品は、 国内外で高い評価と支持を受けている。特に映画史などで行われる過去の作品のランキング等では必ず上位にランキングされている。1995年に BBC が発表した21世紀に残したい映画100本には、最核一代女、椿三十郎、蘭、ナチ根などと共に選出された。英国映画協会の月刊映画専門誌 サイトサウンド2002年版のクリティックストップテンポールでは、年老いた夫婦が成長した子供たちに会うために、上京する旅を通して、オズの神秘的かつ細やかな叙述法により、家族のつながりと、その喪失という主題を見る者の心に訴えかける、作品という寸評を出している。本作品は、ニューヨーク近代美術館に収蔵されている。 本作のオリジナルネガフィルムは1960年の横浜シネマ現像初火災により消失し、現存しない。現在残っているのは16ミリデュープネガから起こされたエンラージ35ミリデュープネガである。制作会社の松竹は2003年と2011年の2回に、わたってデジタルリマスターによる修復、リプリントを行った。2003年版は、 小津安二郎生誕100年記念事業の一環として劇場公開や DVD 化のためにデジタル修復が施された。2011年版は NHKBS プレミアムで2011年から2012年にかけて企画された山田洋次監督が選んだ日本の名作100本での放送のために NHK が小畜に全面協力し実際の修復作業は まじかにより行われた。素材に使われたフィルムは画質こそ良好だが、パーフォレーションが損傷し、使用不可に指定されていたため、それまで帰り見られることがなかったもの。これを補修しスキャン用の 35mm デュープを作成、データ化はイオ解像度で行われた。撮影助手を務めた川又昇が、制作時のプリント状態を知る数少ない当事者として助言し、 通常のデジタル修復に加えて、画質の明暗の再調整、手作業によるプリントや、サウンドトラックのノイズ修正など、きめ細かな修復が行われた。BS プレミアムで2011年4月4日に放送された後も、画質の追い込みが行われ、2013年7月に、オズ生誕110周年記念と銘打った DVD、ブルーレイで発売。 修復作業の様子も、リマスター版初放送に向け BS プレミアムで放送されたドキュメンタリーデジタルリマスターで蘇る名作東京物語復活への情熱において取り上げられた。このデジタルリマスター版は2013年のベルリン国際映画祭クラシック部門で上映された。また 4K 素材はアメリカのボイジャー社クライテリオンコレクション DVD ブルーレイにも提供されている。ありがとうございます。